さんがマスクの機能からファッション的なアドバイスまでしてくれるんです。冬に向けてのマスクとかおすすめあったりしますか？乾燥した冬の時におすすめのテレワークされるときは、例えばちょっと温度を下げていただくとか、もしくはもうこの